はい、今ねどこにいるか、タイのバンコクにいてね、これからちょっとこの、お店ですソイの23ということで今から利用しています。初めて利用する店ね、リトロハットね、この辺りもかなり結構利用してる店多いんだけどここ初めてかなということで、ちょっと今からタイ料理ですね、カオソイで、こんな感じですね。メニューがあって、まあいろいろとチキンカレー、プレスイエローヌードルということ、カオソイね。カオソイまだ食べてなかったんで、久々に来てね、ちょっとカオソイいただこうかなと思ってます。まあ他にもこういう形で、麺系からタイのカレーですね。グリーンカレーとか、あとは空心菜炒め物とか、トムヤンクンもあります。で、魚系。あとはパスタとかもね、一応ここのところイタリア料理も提供しますね。あとは洋食ですね。あと飲み物一応各種揃えていてです。であとはもう一個頼むのがこれね、ちょっとデザートになりました。あとお水でいただきます。で、こんな感じでカオソイですね、久々にいただきます。美味しそうですね。はい、辛めですね。どこからも辛そうな感じ。麺が意外にもっと入ってるかと思います。そんなに多くないですね。これが麺です。で、ここがちょっと揚げてるものということで、この辛い汁ですね。あと鶏肉が入ってます。あと野菜入れてということで、これは好みでですね。いただきます。久々だな、カオソイ。3年に1回目のタイですけど、日本でもタイ料理屋結構利用してたんだけど、カオソイは本当に久々ですね。辛さが柔らかくしてもらってる感じかな。はい、ココナッツオイル入ってるんで甘辛い感じだから、この甘辛い感じがあんまり微妙っていう方もいらっしゃるので、私は結構好きですね。北部なんかでよく食べられてるし、ラオスなんかでもね、結構ね、カオソイとかね、食べられてたりしますね。うん、水にします。で、こんな感じでね、デザートです。これで70バーツですね。でこっちと合わせて、水合わせて230バーツだけちょっと割引化して207バーツか 10% の割引持ってるんで、いただきます。美味しそうだね。お、店員さんのおすすめのやつでした。